はい、今回2024年1月号の鈴木の最新納期の方が判明して、その最新納期の前に新型車の情報、リコール情報からで、リコールとしてはですね、ランディが2023年9月28日に不具合が発生して以来リコール情報はなくて、ランディは発電機ですね、平成22年か28年式で、まあ、修理に出さず放置し続けた場合ですね、最悪火災に至る恐れがあって、修復内容の方は対策品と交換ですね。ただ12月にですね、ダイハツが不正が発覚して、ダイハツの不正発覚して以降ですね、ダイハツとスズキは統合するんじゃないかという情報だったり、あとトヨタがですね、まあ、子会社のダイハツを見限りスズキに接近しているという情報もあって、スズキの現副社長の石井直樹さんという方がトヨタ出身みたいで、だからそういった情報がですね出てくるみたいで、まあダイハツが不正発覚したからといって特にスズキには影響はないんですけどね。スズキの場合は自社の開発生産しているメーカーなんで、まあそれはダイハツとかホンダも一緒なんですけどね。あと日産三菱の合弁会社と一緒で、今回影響を受けているメーカーがトヨタ、スバル、マツダですね。まあダイハツから OEM 提供を受けていることもあってですね、直近の新型車の情報としては、まあ去年11月22日にスペーシアカスタムが11月22日に3代目が登場してですね、まあ、ライバー車の NBOX とかタントより燃費は良くて、スペーシアが 25.1、NBOX は 21.6、タントが 22.7 なんで、で、あとはワゴン R とかですね、スイスポが改良実施したり、あとは注目車のスイフトの方ですね、が12月6日にフルモデルチェンジを実施して、まあ、スイフトは改良か前チェンで、ストロングハビットの方ですね、フルハビットの方を搭載してくると思うんですけどね、まあ、発売当初は直線 1.2 リッターのガソリン車とマイルドハビットの方ですね搭載して、で12月7日にはワゴン R の国内販売台数ですね500万台達成で、12月13日にアウトとかクロスビーがですね一部改良で、同一に軽トラのスーパーキャリーの方ですね、が特別商社の X リミテッドを追加。で、21日にはラパンとかスペーシアベースが買うようですね。買う買いと実施して、で、今年の2024年2月、エブリィにですね、商用車エブリィに EV を設定して、軽トラの方ではなくてですね、ただもう今回不正が発覚したダイハツで、その親会社のトヨタともですね、スズキとの共同開発者ってこともあって、発売延期する可能性も出てきてですね、あとは今年ワゴン R とか、あとはスイスポ、ラパンがフルモデルチェンジを控えていて、あとは新型 SUV のですね電気用車みたいなんですけどね、発売情報もあって、来年以降には新型ジムニーのバッテリー EV のですね発売情報も入ってきてますけど、まあ、注目車ワゴン R とかスイスポ、ラパンあたりでしょうね、新型車の発売情報があって、では続きまして、2024年1月号のスズキの最新納期、では2024年1月号のスズキの最新納期で、まずは軽移動車からですね、商用車キャリーが1ヶ月か2ヶ月で、エブリィワゴンが1ヶ月か2ヶ月で、エブリィが2ヶ月軽トラですね、で改良スペーシアベースが2ヶ月で、ジムニーが1年から1年半という情報で、まあ、軽量車の中では一番納期が変わってきてですね、でも一時2年
の時もありましたからね。でハスラーが 2,3 ヶ月、ワゴン R スマイルが3ヶ月で、でワゴン R が 2,3 ヶ月で、アルトが2ヶ月で、ラパンが2ヶ月で、スペーシアが他のスーパーハイトワゴンと加えたらですね、納期の方は変わってますけど、それでも4ヶ月か、カスタムでも5ヶ月という情報で、まあライバル車のダイハツタントが出荷停止になる影響は大きいですよね。スーパーハイトワゴン車というと、新型 N-BOX 去年10月に登場して、で去年に新型車として登場した三菱のデイカミーとかですね、去年マイナーチェンジした日産ルークスとかがライバル車なんですけどね、現時点だとだからもう N-BOX の次にですね人気車となっていて、スペーシアですね。では続きまして普通車、ランディ、あ、ランディは OEM 車ですね、トヨタの OEM 車で半年か1年で、バンティット3ヶ月半で、ソリオが3ヶ月で、スイスポが3ヶ月で、新型スイフトが4、5ヶ月、ジムニーシエラが1年半で、まあ K のジムニーとですね同じぐらいで、スクードは5ヶ月で、ユニスが4ヶ月で、クロスビーが4ヶ月、マスキの場合極端に納期が短い車種っていうのはないんですけどね、まあジムニー以外はでも、あとノアの OEM 車のですねランディ以外は半年以内の納期の車種が多くて、軽自動車の方はですね OEM 車がなくて、まあ、普通車のランディだけはですねトヨタから OEM 提供を受けていて、他は確か OEM 車なかったと思うんですけどね、まあ、K に関してはジムニー以外は3回数以内の車種が多くてですね、まあ、スペーシアは新型車ってことも関係してか納期は長め、 N-BOX 1ヶ月、まあ、タントは出荷停止になるまでは1ヶ月の納期で、あとルークスとかデイカミーもですね確か納期短かったと思うんで、まあそういうこと考えたら納期は長めなんですけどね。はい、今回2024年1月号の鈴木の最新納期、新型車の情報、リコール情報について紹介しました。